皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。今日の動画はマツエク級に仕上がるビューラーとマスカラのテクニックをご紹介させていただきます。皆さん知っていましたか？まつげは長ければ長いほどデカめの効果を発揮します。根元からしっかりとビューラーで挟むことで長さが出ます。ビューラーの使い方なんですが、ただ真上に上げればいいと思われている方が多いと思うんですが、実は違います。はい、こちらの図を見ていただきます。同じ線の長さでもこのように線の方向が違うだけで、先ほどの線よりも左の方が長く見えますよね。このように錯覚が起きるので、まつげもただ上に上げるだけではなくって、上と両サイドに放射線状に上げてあげることで上にも左右にも広がります。放射線状に上げるビューラーのテクニックもお伝えさせていただきます。そして私のおすすめのロングタイプのマスカラを使えばすっごく長く伸びます。それでは始めていきます。スタート。ビューラーを使ってまつげを上げていきます。ビューラーの選び方なんですが、ビューラーはメーカーによってこのようにカーブの違いがあります。ご自身のまぶたのカーブに合わせてビューラーを選びます。日本人の平均のカーブに合わせたものが資生堂です。これよりもカーブが強いのがシュウ上村です。目元に彫りが深い人とか、あと目幅が狭い方におすすめです。目幅が広い方とか、あとカーブが穏やかな方、腫れぼったいまぶたをされている方はマキアージュがおすすめです。ぜひね、ご自身のカーブに合ったものを選ぶことで綺麗なまつげに仕上がります。カーブは関係ないんですが、ここが出っ張っているから、こうもうちょっと根元まで入れたいんだけど入らないっていうビューラー多くないですか？だけどマキアージュはここのエッジがフリーだから根元まで攻めることができるので、どんな目元の方にもマキアージュが一番おすすめです。鏡を下に置いて覗き込むようにまつげを上げていきます。正面を見ると肉が挟んでいるか挟んでいないかわからないので、斜め下を向く感じで鏡目線で見ていただくとこんな感じ。鏡にこのような角度で映るように調整をしてください。私はハンドフリーでグイッと目を開けてやることができるんですが、もしできない方はまぶたを手で引き上げて根元をしっかり出してから上げていきます。まつげすべてを一気に上げようとするとやっぱりね、上がらないんですよね。そのため中央、目頭、目尻を3分割に分けて上げていきます。まぶたを閉じるようにギュッと力を入れると根元がしっかりと出ます。まぶたを挟まないようにまつげの根元ギリギリから上げていきます。まつげが覆いかぶさる一重や奥二重の方は、まつげ生え際の根元ではなく目を開けた状態でまぶたから出たまつげを上げていきます。続いて目頭側3分の1をメインに挟んでいきます。さっきは上に動かしたんですが、今度はこう横に広げるように動かしていきます。今度は目尻側、もう一度リプレイを見ていただきます。力加減が重要です。根元はしっかりと強い力、中ぐらいの力、弱い力、徐々に弱くなるように上げていきます。強い力といってもあんまり力は入れすぎないです。毛先までこうねやってしまうと、まつげがくるっと内側に入っていっちゃうんですね。そうするとまぶたにも当たるし、まつげが短く見えてしまうので、だいたいまつげの半分まで、ここまでしかカールをさせないです。このビューラーの動かし方をすれば両サイド真上に放射線状に綺麗に広がります。全体用のビューラーだと複雑な動きをしたので、不器用な方はこれはちょっと自信ないよっていう方、安心してください。部分用ビューラーを使えばいいです。通常のものの3分の1の幅になるので、中心、目頭、目尻というように3分割がちょうどできやすいです。根元からしっかりと上げていきます。強い力から徐々に弱い力になるように、はい。続いて目頭側です。目頭挟んだら、まあ、これも同じ動きです。こう横に広げるように、目尻側挟んだら横に広がるように、このようにビューラーを動かします。はい、
反対側もこのように放射線状に綺麗に広げることができます。それではマスカラに移ります。こちらロングタイプのものを選んでください。私のおすすめはマジョリカマジョルカラッシュエキスパンダーロングロングロングです。ビューラーで上げたまつげをそのままカールロックする力が強くって一日中カールをキープすることができます。鏡を置く位置はちょっと下に置いて根元がしっかり塗れるように塗っていきます。鏡目線で見るとこんな感じです。このように目元を写してください。ビューラーと一緒で3分割で塗っていきます。根元をしっかり重ねたら中間まで来たら3秒ほど置きます。根元をしっかりと上げカールをキープするためです。毛先はさっとあまり塗らないです。目頭目尻は両サイドに広がるように塗っていきます。最初の段階で毛先までしっかり塗ってしまうとその重みでカールが落ちてしまいます。そのため2回目で毛先を中心に重ねて長さを出します。もしダマができてしまった場合は乾く前にコームを使って溶かします。まつげは矢印の効果があって上に上げれば上に大きくなって横に上げれば横に大きくなるんです。そのため下まつげも塗ってあげることで上も下もバッと広く大きく見えます。デカめにしたい方は下まつげもぜひ塗っていただきたいです。中央は下に伸ばして目頭は中心に向かって目尻は外側に向かって塗り広げるといいです。私はまつげがすごく少なくってそれがちょっとね忠実に再現できないんですがまつげがある方はそのように塗り広げてください。さらにしっかりと整えたい場合はホットビューラーがおすすめです。このように持ち上げるように上げることでよりしっかりと根元から上げることができます。横に行け横に行けって流してあげれば横を向いてくれます。ぜひホットビューラーね活用していただきたいです。私の場合はマスカラ1本で済ますことができるんですがやはりカールが落ちやすい方いらっしゃいます。そういった方はマスカラ下地を使ってください。おすすめはエテセのラッシュバージョンアップです。ロングタイプの繊維も入っているのでまつげを長くすることができます。下地もマスカラと同様です。根元をしっかり塗った後中心まで滑らせてそのまま持ち上げた状態で3秒ほど1、2、3、そして毛先までスッと。利き手の反対側の目をするときって目頭側ここの鼻にぶつかってやりにくいと思うんですよ。そのまま持った状態でこういう感じにすると鼻につかなくて塗りやすいです。長さが欲しい方は毛先に向かって長さを出していきます。こちらの下地はそのままマスカラとしても使用することができます。結構ナチュラルメイクをするときとか私はこちら1本で仕上げています。下地が乾いたらマスカラを重ねていきます。長さを出す場所でまた印象が変わります。中心に重ねると黒目がちなクリッとした目元になります。目尻側に重ねると大人っぽく切れ長な目元になります。今回のテーマがまつエク級ということでしっかりめに仕上がりましたがナチュラルめのマスカラを使用すればナチュラルにデカめ効果がございます。お好みの仕上がりでマスカラや塗り方を選んでください。はい、以上まつエク級に仕上がるビューラーとマスカラのテクニックをご紹介させていただきました。はい、私はこのやり方でまつエクにね間違えられることがよくあります。よかったら試してみてください。以上、最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタンとチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。